友人の A さんから聞いた話だ。その頃 A さんは念願のマイホームが完成したばかりだった。夫と息子の3人暮らし。5歳になる息子はやんちゃだが可愛い盛りで、夫の事業は好調。傍から見ると絵に描いたような幸せな家庭だった。しかし実は A さんには悩みがあった。どうやら夫が隠れて浮気をしているらしいのだ。相手は夫が経営している会社の事務員。 A さんも顔を見たことはあったが、若くて可愛い、いかにもなタイプだった。最初はきっと気の迷いだ、すぐに自分に戻ってくるに違いないと夫を信じ、見て見ぬふりをしようとした A さんだったが、半年経っても夫の浮気は一向に止む気配はない。夫に直接問いただしたかったが、夫は今で言うモラハラ気質で、 A さんは日頃から夫の顔色を伺うことが多く、強く出ることができなかった。しかも A さんは長らく専業主婦を続けており、万が一離婚ということになったら経済的に困窮することは明白だった。息子のことや今後の生活を考えて身動きが取れなくなってしまった A さんは、誰にも悩みを打ち明けられないまま次第に気を病むようになっていった。そして A さんはやがてドロドロとした恨みつらみを暗い妄想の中で発散するようになった。毎日夫と顔を合わせるたびに頭の中で夫を惨殺するのだ。頭から硫酸をぶっかけドロドロにしたり、後ろから思いっきり首を絞めたり、現実には文句一つ言えない夫に表面上はニコニコと会話しながら、想像できる限りの様々な方法で殺す妄想を続けた。たかが妄想でと思われるかもしれないが、意外と A さんはこんな方法でも妙にスッキリしたのだという。異変が起きたのはそれからしばらくしてからのこと。5歳の息子が急におねしょをするようになったのだ。さらに日中もぐずぐずと泣くことが増えた。 A さんは夫の浮気や母親のメンタルが不安定になっていたことが子供に悪影響を及ぼしたのだと考え、慌ててしまった。子供というのは大人の事情も敏感に察するものだからだ。その日も家族3人で夕飯を食べている最中に息子が突然泣き始めてしまった。机に突っ伏してギャン泣きする子供に A さんはおろおろと話しかける。よしよし、どうしたの？大丈夫？何があったの？すると息子がパッと顔を上げて、涙でいっぱいの瞳を A さんに向けてこう言った。ママ、パパのこと殺さないで。包丁でザクザクしないで。パパ死んじゃうよ。怖いよ。 A さんは心臓が止まりそうになったという。それはその夕飯の席でまさに A さんが夫を殺す妄想をしていたそのものだったからだ。何言ってるの？そんなことしないよ。変なこと言うのやめてよ。でもママ、毎日パパを殺してるもん。首絞めたり車で引いたり、怖いからやだ。ママもうやめて。そう言って泣きじゃくる我が子を抱きしめながら、 A さんは血の気が引いていくのを感じた。わかった、わかったから。大丈夫よ、もう怖いことないよ。ママはパパを殺したりしないよ。そんなことしないから安心して。なんとか息子を落ち着かせた後、 A さんはこのままではいけないと心を入れ替えた。夫を殺す、暗い妄想をするという現実逃避は金輪際やめて、きっぱり夫と離婚することを決意した。 A さんは仕事を見つけると経済的に自立を果たした。さらに夫の浮気の証拠を固めて弁護士に依頼し、正当な慰謝料を夫と浮気相手から受け取ることもできた。しばらくして無事に息子と新生活を始めたそうだ。しかし A さんは今でも不思議だという。あの時息子は A さんの妄想をどのように感じ取っていたのか。あまりにも強すぎる A さんの妄想が現実に影響していたとでも言うのだろうか。今となっては真意はわからない。でもきっと自分の気持ちが呪いとなって届いたのだと A さんは信じている。だってさ、あの後夫も浮気相手も死んじゃったんだもん。私が殺す妄想はやめたけどさ、あいつらが事故で死ぬ妄想はずーっと続けてたんだよね。はぁ、すっきりした。許せるわけないよね。そう言って笑っていた A さんの顔を私は今も
忘れることができずにいる。今回は生きている人間のゾッとするお話をご紹介しました。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。